さあやってまいりました、つむつむセブンスアニバーサリー一日限定プレイショーイマットハッター。そう、彼にはね思い入れがすごくあってね、何かっていうと高2の時にねミュージカルをね音楽祭でやるんですよ。でその時に演じたのが不思議の国のアリスの、なんと僕マットハッター役をやったんですよね。ところがなんかね、用意された衣装があまりにもかっこよすぎて全然イカれてないじゃんって言って周りから突っ込まれたんですよね。はい、何格好つけていけって、なんか決めてんだみたいなこと言われちゃったんですけどね、そんなこと言われてもって、俺が用意したわけじゃないじゃん。だって帽子はなんかね、その同級生のおじさんが持ってた帽子だったの、緑の帽子よく持ってたなっていう感じだったんですよね。まあそんなこんなでね、全然行かれてないただの帽子屋の役を演じるっていうことになったんですけど、はい、まあでも楽しかったですけどね。そのなんていうんですかね、ミュージカルもその演じる順番とかがあるんですよ、演目の。でその演目っていうのがこう合唱をこうクラスごとでこう競争して、その点数によってこう後ろにどんどんしていけると、要は鳥を飾れるってことだったんですけど、まあ無事にね1位を取ることができたんで、リーダーを買って出てくる女の子がすごいこう熱心にクラスメートを指導してくれる女の子だったんで、その彼女のおかげで1位を取ることができて、でまあ鳥を飾ることもできて、やっぱりね、合唱でいいってことは踊りながらでもその歌のクオリティも高いっていうことですから、まあ同級生とかもね、見に来てくれてる子とかは、やっぱ、お前のとこのクラスが一番やったね、みたいなことは、結構ね、聞くようになってましたけどね。はい、マットハッター。マットハッター、やっぱ、行かれてますね。まあ、ハッピーバースで歌うくらいですからね。はい、ということで、マットハッターもチャレンジしていきました。ミッションもクリアできました。ということで、次回でも、またお会いいたしましょう。バイバーイ。